ご覧のようにたくさん入りました今日の福岡ドーム。さあ今日の放送席は素晴らしい人たちに来ていただいています。ご紹介しましょう。今日の解説は元広島カープ4番、そして監督も務められましたミスター赤ヘルこと山本浩二さん、そして元阪神タイガース名スラッガーミスタータイガース掛布雅之さん、さらに元ジャイアンツのエースピッチャー江川卓さんの豪華メンバーでお送りいたします。実況は私今井が務めさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1回の表タイガースの攻撃第9、投げました、外れました、よく見ました、すごいボールです。いやしかしよく見ましたね。普通なら手を出すコースですよ。あ、そうですか。キャッチャーとしては嫌ですね。第2球、どうか、低めに外れました、ボールが先行するようになりました。1回の表タイガースの攻撃第3球、どうか、外角決まってストライク、ワンツー。1回の表タイガースの攻撃第4球、投げました、流し打ち、井口さばいて一塁にボールを送ります、アウト、ショートゴロに打ち取りました。打席に入るのは2番の和田。このバッターにはバッテリーも要注意でしょう。このバッターはですね、全ての球種、全てのコースをいろんな方向に打てる技術を持っていますから、いかにボールを振らせるか、このあたりをキャッチャーは考えているんだと思いますよ。どうか、ストレート外れてノーワン、よく見ました和田。1回の表タイガースの攻撃第2球、どうか、決まった、打球は小久保さばいて一塁に投げました、これはアウト、和田サードゴロに倒れました。バッターボックスは3番の新庄。バッターボックスの新庄どうでしょう。この選手のいいところはバットを振っても重心がぶれないんです。ああそうですか。なお1回の表ツーアウトランナーなし第9、どうか、思い切ったスイング、ワンナッシング、変化球から入りました。この回工藤どうでしょう。投球自体は悪くないですね。コントロール、キレ、球威、どれをとっても申し分ない出来にあります。まあ特に注文をつけるとしたら、ちょっとピッチングがおとなしいという。左中間に上がっているぞ、村松がっちり抑えました、スリーアウト。この回タイガース得点ありませんでした。今年のホークスですが、王監督も今年は意気込みを感じているんじゃないですか。はい、このチームは本当にいい選手が揃ってますよ。十分に優勝を狙える戦力が揃ってますね。あとはいかにこの戦力をフルに発揮できるかでしょうね。王監督の采配がすごく期待持てます。ここでバッターは秋山。1回の裏ホークスの攻撃第9、投げました、高め決まってストライク、145キロのストレート。今日の秋山、ビシッと相手にダメージを与えるようなインコースを打っていくようなバッティングをしたいと言っていました。1回の裏ホークスの攻撃第2球、どうか、ここで外れました、よく見ました、秋山。1回の裏ホークスの攻撃第3球、どうか、高めに浮きました、ボール、よく見ました、秋山。バッターボックスに立つ秋山、最近あまり触れていませんね。今の状態はあまりボールが見えていませんね。難しいボールに手を出しすぎています。やはり精神的な部分ですか。それが大きいと思いますね。打たなきゃいけないといった心理的なものが難しいボールについ手を出してしまうんじゃないでしょうか。1回の裏ホークスの攻撃ワンスリーから、
投げました。フォアボールを選びました。さあ村松、山本さん、バッターとしてはどういうふうにボールに対応したらいいんでしょうか。まあ、基本的にはまっすぐに合わせて変化球に対応できるように待つんですが、この場面はボールを絞って打つ場面でもあります。一塁は非常に足の速い秋山、セットポジションからどうか、初球を打った、ヒットです。一塁ランナーは三塁へ、三塁に投げた、セーフです。村松ツーベースヒット、絶好の場面で三重です。打順が回ってきました。山本さん、バッターが狙って打つ場合はどういった風にボールを絞っていくんでしょうか。まず球種を狙う場合、そしてコースを読む場合、インコースかアウトコースか、もっと技術のあるバッターなら難しいボールをカットしてファールにする、そして甘いボールが来るのを待つ、やはりその時の対戦相手の状況を見ていろんなことを読みながら打席に入りますね。なるほど。やはり相手投手の出来や傾向をベンチで見てますから、何を狙っていけとかとは直接相手に指示することはあります。ヤブ、ここをきっちり抑えられるか。第3球どうか、打ち上げた、ショートの後方、ワンアウト、ランナーにタッチしてアウト、ダブルプレーになりました。バッターボックスは4番の小久保。山本さん、バッターボックスのこの小久保、だいぶ脆さがなくなっていい評価でしたよね。バッティングがどっしりしてきました。それと選球眼が良くなりましたね。ヤブ、ここをきっちり抑えられるか。第1球どうか、レフト線に飛んでいる、フェア、フェアになった、ホークス1点先制。小久保やりました、タイムリーヒットでランナーを返しました。城島、打席に入ります。そろそろ1本打ってスカッとしたいですねと言っていました。なお1回の裏、2アウトランナー1塁、牽制1塁、1塁セーフ。長いサインの交換です。1塁ランナーはヒットで出た小久保。第1球投げました、いい当たり、距離はどうだ、ぐんぐん伸びている井山、がっちり抑えました、フェンスの前で取りました。ゲームは1回を終了しています。ホークス1点のリード。さあ1点を追うタイガース、4番から始まります。ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに集中すればいいんです。2回の表タイガースの攻撃、第1球どうか、インコース外れました、よく見ました。ジョンソン、どうでしょう、勝負してくるんでしょうか。ここはまともにストライク出ると危ないでしょう。歩かすつもりでボール球だけで行く方がいいですね。第2球どうか、低め外れました、ボールが先行するようになりました。さあ差はわずか1点です。第3球投げました、これはファウルです、右に切れました。このバッターのパワーならどっちの方向でも一発はありますんでね、簡単にストライクを取りに行かないことですね。特に最近は調子もいいみたいですよ。ええ、ですからバッテリーは特に注意してかからないといけないと思います。さあ1点を追うタイガースの攻撃、もう後がありません。どうか、歩かせてしまいました。バッターボックスは檜山。2回の表タイガースの攻撃、第1球どうか、打ち上げました、ドン、2人で取りました、素早く1塁に送ってセーフです。
ライトフライに打ち取りました。迎えるバッターは今岡。タイガース、ここで一気に流れを呼び込みたいところ。第1球どうか、低めストライク。変化球から入りました。今のはいいボールですね。今のはいいところに行きましたね。行ってしまった、キャッチャーの構えていたところと違うところに行きましたからね。ああ、なるほど。速いモーションから投げました。左に引っ張った。左中間を破った。ジョンソン三塁へ。二塁に投げた。セーフです。さあ流れが変わりそうです。そして星野、さあ勝ち越しのランナーがセカンドにいます。タイガース、セットポジションからどうか、初球を打った、破った、同点です。バックホーム、三塁に投げた、これはアウト。さあ一番難しい質問ですが、今日の試合はどうなっていくんでしょうかね。正直言って分かりませんね。この後どちらが先に点取るか、それで流れが一気に変わるんじゃないですか。ここでバッターは矢野。なお2回の表、ツーアウトランナー1塁。第1球どうか、初球を打った、落ちました、ヒット。三塁に投げた。ヒットです。チャンスを迎えてバッターはヤブ。ここは1点もあげたくない場面です。第1球どうか、インコースストライク。近めをついてきました。一塁ランナーはヒットで出た矢野。第2球投げました。変化球、ワンエンドワン。ここは1点もあげたくない場面です。第3球どうか、低めストライク。いいカウントになりました。ピッチャー工藤。一塁ランナーはヒットで出た矢野。勝負球です。どうか、ここは空振りの三振。2回の表終了。ゲームはまた振り出しに戻りました。さあホークス、ピンチの後のチャンスにしたいところです。話を聞けばスイングに関していろいろと試しているとのことなんですが、どうなんでしょうか。こうもいろいろ考えるのもいいんですけどね、自分のタイミングで打っているのが一番大事なんです。左に引っ張った、取って一塁に送球、アウト。サードゴロに打ち取りました。バッターボックスは7番の松中。なお2回の裏、ワンアウトランナーなし。第1球どうか、おっと近めのボール、ボールが荒れています。ピッチャーのヤブ。なお2回の裏、ワンアウトランナーなし。第2球投げました。右に引っ張った、抜けていきました。ボールはライト線に抜けていく。二塁に送球、松中二塁へ、アウトです。ツーアウトでランナーがありません。さあ柳田、バッターボックスの柳田。掛布さんから見てどういうタイプのバッターですか。彼のバッティングは非常に柔らかいですね。ですからバットコントロールが非常にうまい選手です。
多少体勢が崩れてもバットコントロールだけでうまくヒットにできますから、ピッチャーからすると非常に嫌なバッターです。外目のボールを打った。三塁側のスタンドです。なお2回の裏ツーアウトランナーなし。第2球どうか。サード強襲、サードゴロ、一塁にボールを送ります。これはアウト。スリーアウトになりました。この回ヤブ0点に抑えました。さあ坪井、3回の表タイガースの攻撃。第1球どうか。低めのボールを打ってファウル、一塁のファウルグラウンド。バッターボックスすごい、まあ一発の危険性はそれほどない選手ですがね、ですが粘り強いバッターですから簡単には打ち取れないと思いますよ。この回先頭の坪井、まだヒットがありません。第3球どうか。ストレート外れてワンツー。よーく見ました坪井。3回の表タイガースの攻撃。ワンツーから4球目いい当たり、取りました。ワンアウト、ワンアウトです。さあ和田、3回の表タイガースの攻撃。第1球投げました。初球を打っていった。三遊間を抜けていきます。二塁に投げた。和田シングルヒット。バッターボックスに3番の金城入ります。ここまで4本のヒットに抑えているマウンド上の工藤、セットポジションから1球目変化球、変化球から入りました。一塁ランナーはヒットで出た和田。第2球どうか。打球はセンターへ、きれいにセンター前です。金城シングルヒット。迎えるバッターはジョンソン。バッターボックスのジョンソン、どうでしょう。ものすごく軸が安定しているバッターです。軸のブレがないのでいつもいい体勢でボールを打っていますね。ああそうですか。第1球どうか。変化球外れてノーワン。よく見ましたジョンソン。2人のランナーを背負いました。工藤セットポジションから投げました。外のボールを打った。左中間を破った。和田三塁キャンパスを蹴ります。タイガース勝ち越し。二塁に送ってセーフです。タイムリーヒットになりました。バッターは檜山。ここは1点は仕方ない場面です。セットポジションから投げました。ノーストライクワンボール。1球外しました。3回の表タイガース1点のリード。速いモーションから投げました。アウトコースストライク。ワンエンドワン、どうでしょう。この立ち上がりを見て、ちょっとキレがあまりない状態のピッチングですね。ボールがあまり切れてないので制球に苦しんでいます。ボールの勢いはどうでしょう。今のところ勢いはありますよ。しかしそのうちバッターも目が慣れてくるでしょうから、この方になってどうかなっていうところですね。
ここは1点は仕方ない場面です。速いモーションから投げました。外角決まってストライク。平行カウントになります。さあ追い込まれてからのバッティング。さあ追い込んで投げました。アウトコース外れました。よく見ました檜山。さあここはどういうことになるんでしょうか。ホークスバックホームの構えをしています。ベンチとしては最悪外野フライが欲しいでしょう。ツースリーから投げました。歩かせてしまいました。今岡打席に入ります。結構コツコツ打つんですが今一つ目立ちませんね。練習はよくやってそれなりの数字は出ているんですけどね。現在タイガース優位に試合を進めています。第1球投げました。外へ1球外しました。一塁ランナーはフォアボールの檜山。セットポジションから2球目大きな空振り。ワンエンドワン。三塁にランナーを置いています。第3球どうか。外しました。工藤球威の方なんですが山本さんどうでしょうか。そんなに変わらないと思います。ですから思い切って投げていっていいと思いますね。一塁ランナーはフォアボールの檜山。第4球どうか。強い当たりはレフトに伸びている。取りました。ツーアウト。新庄ホームに突っ込む。ホームに送球。3対1。王監督出てきました。ピッチャー交代です。2番手のピッチャーが出ます。ピッチャーは篠原。早くも動いてきました。ホークスいかがでしょうこの投手交代は。はい勝負に出ました。この試合にかける意気込みを感じますね。問題はこの後どうつないでいくかですね。バッターボックスに7番の星野入ります。山本さんこの星野先ほどヒットを打っていますが本来の調子に戻ったと考えていいんでしょうか。はい戻ってきてますね。いい感じでスイングしてます。それに勝負強さも出てきましたし期待できますよ。1球目初球打ち。ファーストの後方柳田がチーを抑えました。スリーアウトです。この回タイガース2点を取って3対1。バッターボックスは9番の篠原。3回の裏ホークスの攻撃。第1球投げました。内角決まってストライク。近めをついてきました。ここはホークスランナーを出したいところ。第2球どうか。高めに浮きました。ボール。ワンエンドワン。3回の裏ホークスの攻撃。第3球投げました。右に引っ張った。取って一塁にボールを送ります。アウト。先頭バッター篠原倒れました。迎えるバッターは秋山。ここまで3本のヒットに抑えているマウンド上のギャブ。第1球どうか。高めボール。変化球から入りました。山本さんバッターとしてはどういうふうにボールに対応したらいいんでしょうか。まあ、基本的にはまっすぐに合わせて変化球に対応できるように待つんですがこの場面はボールを絞って打つ場面でもあります。
よく見ました。秋山、今日の秋山、ビシッと相手にダメージを与えるようなインコースを打っていくようなバッティングをしたいと言っていました。第3球投げました。ノースリー、よく見ました。秋山、3回の裏ホークスの攻撃。第4球投げました。打球はセンターへ、センター前に弾き返しました。2塁に送球。センター前ヒット、バッターは村松。ここはちゃんとランナーを送りたいところ。セットポジションから投げました。内角決まってストライク、近めをついてきました。一塁ランナーは足の速い秋山。第2球どうか、思い切ったスイング、ツーナッシング。おっと出ました、145キロのストレート。バッテリーはボールを先行させたくない場面です。ホークス、ここで一気に流れを呼び込みたいところ。ファーストに牽制、セーフです。バッティングコーチに言わせると、彼は何がすごいかといえば、今日は高めの球は捨てろというと、スパッとそれに切り替えることができる、これが素晴らしいと言っていますね。空振り三振、キャッチャーすかさずボールを、スリーアウトです。この回ヤブ0点に抑えました。迎えるバッターは矢野。マウンド上は2人目の篠原。第9投げました。レフト線に飛んでいる、左に切れました。ここまで2点リードのタイガース、有利に試合を進めています。早いモーションから低め外れました。よく見ました。矢野、この回篠原どうでしょう。いいですね、自信満々に投げてます。やはりそれなりにコントロールがいいですし、球のキレも申し分ないんじゃないですか。このピッチャー打ち崩すのは容易ではありませんね。よく見ました。矢野、バッターボックス矢野、まあ一発の危険性はそれほどない選手ですがね。そうですね、きっちり抑えることが大前提ですね。4球目、サード強襲、抜けていきました、落ちました、ヒット。矢野シングルヒット。ここでバッターはヤブ。ピッチャーは2人目の篠原。早いモーションから投げました。転がした、篠原ボールを拾い上げて、これはアウト。二塁に送球、セーフです。ワンアウトです。ここで坪井となります。ここまで2点リードのタイガース、有利に試合を進めています。セットポジションからどう銀に引っ張った、取って自分で入った、これはアウト。三塁に投げた、これはアウト。あのボールの使い方がうまいんですよ、左バッターに対して。スリーアウトになりました。この回篠原0点に抑えました。バッターボックスはニエです。ここはホークスランナーを出したいところ。第1球どうか、初球を打った、取って自分で入る、アウトです。ニエベスファーストゴロに倒れました。国母打席に入ります。掛布さん、バッターボックスのこの国母、だいぶ脆さがなくなっていい評価でしたよね。そうですね、だいぶバッティングが落ち着いてきたんじゃないですか。あとはボールの見極めが、良くなってくれば完璧じゃないですか。第1球どうか、レフトに上がった、レフトに伸びている、フェンス直撃、
今転がるボールを拾った小久保、二塁へ、二塁に送ってセーフです。レフト前ヒット。さあ城島、このバッターは打ってはいけないボール我慢できるタイプのバッターですね。ボールの見極めがうまいのでこれだけの打率を残せるんでしょう。バッテリーからすると攻めにくいバッターになりますね。甘い球は見逃さないでしょうね。ホークス、ここで一気に流れを呼び込みたいところ。第1球投げました、低め外れました。よく見ました、城島。ホークス、ここで一気に流れを呼び込みたいところ。セットポジションから投げました、左に引っ張った、距離はどうだ、ぐんぐん伸びる、入るか、同点だ、同点、アーチが飛び出しました。ピッチャーガブ打たれました。大歓声の中、白球は阪神の渦に吸い込まれていきました。さあゲームがまた飛び出しです。山本さん、この一発で流れがコロッと変わるんじゃないでしょうか。はい、この一発は流れを変えるかもしれませんね。この後どう打線が続いていくか、それによってこのゲームまだ分かりませんよ。さあ井口、4回の裏ホークスの攻撃。第1球投げました、アウトコースボール、よく見ました。井口、話を聞けばスイングに関していろいろと試しているとのことなんですが、どうなんでしょうか。こうもいろいろ考えるのもいいんですけどね、自分のタイミングで打っていうのが一番大事なんですよ。ですから自分のこのタイミングをつかむこと、これが先決です。バッターボックスは今のところノーヒットの井口。第3球どうか、引っ張ってファウル。4回の裏ホークスの攻撃、ワンツーから、どうか、打球はセンターへ落ちました、ヒット、二塁に送球。井口シングルヒット、ここでバッターは松中。4回の裏ホークスの攻撃、速いモーションから1球目、送りバント、ジョンソンボールを拾い上げて、これはアウト、ツーアウトになりました。バッターは柳田。4回の裏ホークスの攻撃、速いモーションから投げました、初球を打っていった、星野さばいて一塁に送球、アウトです。ここで3アウトチェンジです。ゲームはまた振り出しに戻りました。ここでバッターは和田、バッター和田、本人の話では調子は良くなってきていると話していますが、加計さんから見て何か変わった点はありますか。ボールの見極めが良くなったというか、どっしり構えて待てるようになりましたね。ゲーム感が戻ってきたんじゃないですか、それと自信が出てきた感じがしますね。何か吹っ切れてきたんじゃないですか。ワンナッシン、5回の表タイガースの攻撃、セットポジションからどうか、左に引っ張った、サードゴロ、一塁にボールを送ります、アウトです。またサードゴロに倒れました。バッターボックスに向かうのは新庄。ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに徹することでいいと思います。5回の表タイガースの攻撃、第1球どうか、変化球、ワンナッシン、今のはいいボールですね。今のはいいところに来ましたね。行ってしまった、
キャッチャーの構えていたところと違うところに行きましたからね。ああ、なるほど。インコース外れました。近めをついてきました。山本さん、バッターとしてはどういうふうにボールに対応したらいいんでしょうか。まあ、基本的にはまっすぐに合わせて変化球に対応できるように。いい当たり、落ちました。ヒット二塁に送って、新庄シングルヒット。さあ、スタンドが大きく盛り上がったところで4番を迎えます。今日は1打数1安打のジョンソン、第9球投げました。ワンナッシング。ここは動いてきますかね。十分注意が必要ですね。機動力を生かした攻撃は十分に考えられる場面です。しかし、あまり意識して速い球を投げないことですね。右に引っ張った。距離はどうだ。取りました。ツーアウト。ツーアウトを取りました。篠原、打席に入るのは5番の檜山。5回の表、タイガースの攻撃。第1球、投げました。内角決まってストライク。ワンナッシン、城島。かなり考えてリードしているみたいですね。このピッチャーのつかみどころのない球質が今のところ構想してますね。バッターボックスは今のところノーヒットの檜山。第2球、どうか。変化球外れてワンエンドワン。よく見ました、檜山。ここは1点もあげたくない場面です。第3球、どうか。変化球追い込みました。ピッチャーの篠原。今日は2打数でヒットのない檜山。さあ、勝負の1球は4球目。際どいところは判定ボール。よく見ました、檜山。ここは1点もあげたくない場面です。さあ、勝負の1球は投げました。おっと、これは危ない球。ボールが荒れています。ピッチャーの篠原。ピッチャー篠原、このバッターに対して少し神経質になっているようです。今日は2打数でヒットのない檜山。走りました。新庄。さあ、勝負です。スリーアウトです。この回、タイガース、得点ありませんでした。さあ、5回裏のホークス。バッターボックスは今のところノーヒットの篠原。第1球、どうか。低めストライク。近めをついてきました。この回先頭の篠原、まだヒットがありません。第2球、どうか。低め決まってストライク。いいリズムで投げ込んでいるヤブ。今日は1打数でヒットのない篠原、勝負球です。投げました。スイングアウトの三振。バッターボックスは1番の秋山。バッターボックスの秋山、どうでしょう。ものすごく軸が安定しているバッターです。軸のブレがないので、いつもいい体勢でボールを打っていますね。ああ、そうですか。5回の裏、ホークスの攻撃。第1球、どうか。初球を打った。クリーンヒット。2塁に送って。秋山、シングルヒット。そして村松。バッターボックスの村松。掛布さんから見て、どういうタイプのバッターですか？彼のバッティングは非常に柔らかいですね。
ですからバットコントロールが非常にうまい選手です。多少体勢が崩れても一塁線に転がす。ジョンソンボールを拾い上げてアウトです。二塁に送球、二塁セーフ、ツーアウトになりました。ここでニエベス登場です。さあ勝ち越しのランナーがセカンドにいます。ホークス速いモーションから投げました。おっとこれは危ない球、ボールが荒れています。ピッチャーのヤブ、5回の裏ホークスの攻撃、セットポジションからどうか、強い当たりがライト、ライトに伸びている、すごい、がっちり抑えました。ちょっと中途半端なバッティングでした。今のバッティングは中途半端ですね。バッターは意表を突かれたんじゃないですかね。その分少し振り遅れたので当てただけになってしまいましたね。バッターボックスは6番の今岡、先ほどタイムリーを放っている今岡バッターボックスに入ります。ご覧になって彼のバッティングいかがですか。状態は悪くないんですけど若干肩の開きが早いような気がしますね。左に引っ張った、井口さばいて一塁にボールを送ります。アウト、今岡ショートゴロに倒れました。さあ星野、さあこのピッチャーを捕まえるにはどうしたらいいんでしょうね。まず狙い球を絞っていくことでしょう。決して打てないピッチャーではないんで狙い球さえはっきりすれば捕まえられると思います。となるとバッテリーとしては配球とコントロールが今後重要になってきますね。はい、バッテリーとしてはいかに狙い球を絞らせないかですね。ノーワン、今日星野1打点の活躍、速いモーションから2球目、右に引っ張った、抜けていきました、2塁に投げた、星野シングルヒット。続いて矢野バッターボックスです。竹内さん、この矢野先ほどヒットを打っていますが本来の調子に戻ったと考えていいんでしょうか。戻ってきてると思いますよ。スイングが徐々に良くなってきてます。これからもどんどん良くなっていくんじゃないですか。速いモーションから1球目、低めに外れました。ノーワン。山本さん、野手の守備位置が時と場合によって変わりますよね。そういった場合こう広く空いている場所を狙って打てばいいと思うんですが。いやいや、私も経験あるんですけど。打球はセンターへ、ワンバウンドヒット。センター前ヒット。打席に入るのは9番のヤブ。篠原、ここをきっちり抑えられるか。セカンドに牽制、セーフです。福岡ドーム、じっと戦況を見つめるファンです。篠原、ここをきっちり抑えられるか。セカンドに牽制、セーフです。長いサインの交換です。タイガース、ここで一気に流れを呼び込みたいところ。セットポジションから1球目、まっすぐの球、ストライク、ワンナッシン。先日ファームで投げていた時はストレートが走っていました。もうちょっとスピードがあれば安心感が出てくる投手になりそうですね。ここはちゃんとランナーを送りたいところ。セットポジションから2球目、三塁線にバント、小久保ボールを拾い上げて一塁に投げました。これはアウト、ツーアウトになりました。すごい、打席に入ります。ここは何としても点に結びつけたいタイガース。さあ勝ち越しのランナーがサードにいます。セットポジションからどうか、外外れてボール、変化球から入りました。どうでしょう、一塁は空いていますがね。勝負していい場面ですね。歩かせたらその分点数を取られる危険性が増えますのでランナーを貯める必要はありません。2球目、ボールノーツー、
ボールが先行するようになりました。バッテリーはボールを先行させたくない場面です。バッターボックスは今のところノーヒットの坪井。第3球投げました。インコースストライク、ワンツー。バッターボックスは今のところノーヒットの坪井。第4球投げました。打球が伸びていく、抜ければ長打コース。ボールはライト線に抜けていく。タイガース勝ち越し。二塁ランナー三塁を回ってホームへ。そして二塁ランナーも帰ってきました。ホームに投げた、すごい、やりました。タイムリーヒットでランナーを返しました。続いて和田、バッターボックスです。掛布さん、バッターボックスのこの和田、だいぶ脆さがなくなっていい評価でしたよね。そうですね、だいぶバッティングが落ち着いてきたんじゃないですか。あとはボールの見極めが良くなってくれば完璧じゃないでしょうか。6回の表タイガース2点のリード。第2球投げました。ボールノーツー。ピッチャーにとって悪いカウントになりました。歩かせてもいい場面ですが、ここはバッテリーはどうきますかね。歩かせた方が守りやすいんですが、ここは勝負してくるんじゃないでしょうかね。左に引っ張った、取って一塁にボールを送ります。アウトです。スリーアウト。この回タイガース2点を取って5対3。さあ2点を追うホークス、4番から始まります。今日は2打数2安打の小久保。第1球どうか、ストレート外れてノーワン。145キロ出ました。今日は2打数2安打の小久保。第2球どうか、低めストライク、近めをついてきました。6回の裏ホークスの攻撃。第3球どうか、高め決まってストライク。いいカウントになりました。ピッチャーヤブ、まずはヤブ、先頭バッターを出さないことですね。当然そうでしょうね。6回の裏ホークスの攻撃。さあ勝負の1球は4球目レフトに上がった。これはどうか、檜山取ってワンアウト。先頭バッター小久保倒れました。バッターボックスは城島。このバッターにはバッテリーも要注意でしょう。このバッターはですね、全ての球種全てのコースをいろんな方向に打てる技術を持っていますから、いかにボールを振らせるか、この辺りをキャッチャーを考えているんだと思いますよ。さあ2点を追うホークスの攻撃。第1球どうか、アウトコース外れました。ノーワン。ヤブ、ずいぶん落ち着いていますね。今日はいい意味で彼本来のピッチングができていますね。前は結構ボールが荒れることが多かったように思うんですが、今日はそういった悪い面が全く出ていません。ボールノーツー。ボールが先行するようになりました。今日ホームランを打っている城島。第3球どうか、低めストライク、ワンツー。さあ2点を追うホークスの攻撃。第4球どうか、あこれは危ない、ボールが荒れています。ピッチャーのヤブ、ここはホークスランナーを出したいところ。ワンスリーから投げました。打球はレフトへ取りました。2アウト。城島倒れて2アウト。続いて井口、バッターボックスです。
さあ2点を追うホークスの攻撃。第1球どうか、インコース外れました。ノーワン。6回の裏ホークスの攻撃。第2球投げました。大きな空振り。ワンエンドワン。先発ピッチャーというのは疲れが大体7回か100球前後とよく言われますが、どうですか。そうですね、疲れが出ることもありますが、大体7回あたりでピッチャーが勝ち負けを意識し始めたり、バッターの打席が2、3巡して目が慣れている。サード強襲、抜けていきました。ボールはレフト線に抜けていく。ツーアウトからヒットが出ました。バッターボックスは松中。ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに徹することでいいと思います。ここは1点も上げたくない場面です。第1球投げました。思い切ったスイング、ワンナッシング。変化球から入りました。話を聞けばスイングに関していろいろと試しているとのことなんですが、どうなんでしょうか。どうもいろいろ考えるのもいいんですけどね、自分のタイミングで行くというのが一番大事なんですよ。ミンに引っ張った。一二塁間抜いた。見事ライト前に持っていきました。監督出てきました。ピッチャー交代です。ピッチャーは代わって2番手福原。さて中継ぎ投手なんですが、彼にかける期待も大きいと思うんですが、やっぱりここで相手の息の根を止めたい、そういうために出してきたピッチャーですから、ここで結果を出すことは非常に重要になります。迎えるバッターは柳田。結構コツコツ打つんですが、今一つ目立ちませんね。練習はよくやってそれなりの数字は出ているんですけどね。福原、ここをきっちり抑えられるか。セットポジションからどうか。レフト線に飛んでいる。抜ければ長打コース。これはファウルです。今日3回目のバッターボックス。このバッターはチャンスに強いバッターですからね、バッテリーは特に注意していかないと打たれる可能性はすごく大きいと思います。ここは期待してみましょう。ピッチャーは2人目の福原。マウンド上は2人目の福原。走りました井口。ランナー走る。三遊間、星野さばいて一塁に送球。アウト。最後はストレートで決めました。今のは力の入ったいいまっすぐですね。あの球じゃバッターは仕方ないでしょう。バッターは新庄。7回の表タイガース2点のリード。第1球投げました。初球打ち、ワンアウト。ワンアウトでランナーがありません。バッターはジョンソン。バッティングコーチに言わせると、彼は何がすごいかといえば、今日は高めの球は捨てろというとスパッとそれに切り替えることができる。これが素晴らしいと言っていますね。ステップをしてボールを見る間というものが一番あります。あ、そうですか。他の打者よりもその辺が優れていますね。だからボールの見極めもできるんですよ。なるほど。今日ジョンソン1打点の活躍。セットポジションから投げました。ミンに引っ張った。一二塁間を破りました。見事ライト前に持っていきました。二塁に投げた。ジョンソンシングルヒット。さあバッターボックスに向かう檜山。最近の檜山。山本さん、どうでしょう。良くないですね。いい時のスイングができてません。何か打ち方に問題があるんでしょうか。打ち方よりタイミングの取り方が悪いですね。それにボールの見極めも甘い感じがします。打ち急いでますね。ピッチャーは2人目の篠原。早いモーションからどうか。低め外れました。ピッチャーにとって悪いカウントになりました。先日ファームで投げていた時はストレートが走っていました。調子は悪くないと思いますね。いいところに決まっています。
あと球威がもう少しあれば申し分ない。外のボールを打った、ショートライナー、一塁に、一塁もアウト、ダブルプレー。風船が飛び交う福岡ドーム、回も後半大詰めに入るところです。さあこの後どういうドラマが待ち受けているのでしょうか。ゲームの終盤に差し掛かってきました。王監督出てきました。さあホークスピンチヒッターを送ります。バッターボックスは吉永、代打です。バッターボックスは代打の吉永、第1球投げました。外のボールを打った、和田取ってワンアウト、ワンアウトです。さあバッターボックスに向かう秋山、ここはホークスランナーを出したいところ。第1球どうか、外角決まってストライク、ワンナッシン。今日の秋山、ビシッと相手にダメージを与えるようなインコースを打っていくようなバッティングをしたいと言っていました。ここはホークスランナーを出したいところ。第2球どうか、思い切ったスイング、ツーナッシン。いいリズムで投げ込んでいる福原、なお7回の裏ワンアウトランナーなし。さあ勝負です。投げました、ここは空振りの三振。打席に入るのは2番の村松、ここはホークスランナーを出したいところ。第1球どうか、初球を打っていった、一塁線破った、村松二塁へ、二塁に送ってセーフです。野村監督出てきました。ピッチャー交代です。3番手のピッチャーが告げられました。ピッチャーはミラー、バッターボックスは3番のニエベス。バッターボックスのニエベス、どうでしょう。この選手のいいところはバットを振っても重心がぶれないんです。ああそうですか。ランナースタート、初球打ち、落ちました、ヒット。二塁ランナーホームに突っ込む、5対4、ニエベスやりました。タイムリーヒットでランナーを返しました。バッターボックスに向かうのは小久保。さあ差はわずか1点です。第1球投げました、低め外れました、よく見ました、小久保。さあこの場面を迎えまして、バッターは小久保。最近彼は調子を崩していますので、ここで打ってきっかけを掴んでほしいですね。ああそうですか。第2球どうか、低め決まってストライク、ワンエンドワン。どちらかというと気持ちが前に行くといったタイプのピッチャーです。こういうピッチャーどんどん攻めてきますから、リズムがとてもいいんですね。野手もその方が守りやすいのでいい影響を与えます。早いモーションから3球目、引っ張ってファウル。今日4回目のバッターボックス、今日は3打数2安打の小久保。さあ追い込んで投げ、痛い表情の小久保。自打球というのは私は経験がないんですが、かなり痛いそうですね。これは当たった人しかわからないでしょうね。結構痛いんですよ。
さあ7回の裏ホークスの攻撃、小久保体のキレを増すために昨日あたりから流し打ち、ヒットです。一塁ランナー二塁を回って三塁へ、三塁に投げた、アウト。ゲームは7回を終了しています。この回終了して5対4タイガース依然リードしています。王監督出てきました。ピッチャー交代です。ここでホークス右ピッチャーの起用。打席に入るのは6番の今岡。ここまで1点リードのタイガース有利に試合を進めています。振りかぶって1球目、強い当たりはレフト、レフトに伸びている、イエベス取ってワンアウト。今岡倒れてワンアウト。続いて星野バッターボックスです。山本さん、この星野先ほどヒットを打っていますが本来の調子に戻ったと考えていいんでしょうか。はい、戻ってきてますね。いい感じでスイングしてます。それに勝負強さも出てきましたし期待できますよ。8回の表タイガースの攻撃、大きく振りかぶってどうか、あこれは危ない、ボールが荒れています。ピッチャーの秀和、8回の表タイガース1点のリード、振りかぶって投げました、高く上がった、距離はどうだ、打球が伸びる、届いた、ホームランです。完璧に捉えた打球はライトスタンドに飛び込んでいきました。嬉しそうな表情の星野、ゆっくりとホームインです。一発を打たれた後のピッチャーの心境というのはどんなもんなんでしょうね。当然ですが気分のいいものではありません。しかし気持ちを切り替えるきっかけになることもあります。ただ引きずってしまうとどんどん崩れてしまうことが多いでしょうね。ヒットなんか打たれた場合は特にそうですね。1球目三遊間取って一塁にボールを送ります、アウト。サードゴロに打ち取りました。さあバッターボックスに向かうミラー。マウンド上は3人目の秀和、第1球どうか、打球が伸びていく、これはどうか、ぐんぐん伸びている、落ちた、ヒットだ。ミラー1塁を回って2塁へ、2塁に投げた、セーフ、ミラーツーベースヒット、すごい打席に入ります。8回の表タイガース2点のリード、セットポジションから投げました、初球を打った、これはアウト、スリーアウトになりました。タイガース2点のリード、ホークス打順は5番から始まります。今日ホームランを打っている城島、第1球どうか、打球はレフトへ、レフトに伸びている、取りました、ワンアウト、ワンアウトです。バッターボックスに6番の井口入ります。さあ今日2本のヒットを放っている井口、最近ではみるみる調子を上げてきています。絶好調と言っていいでしょうね。調子だけじゃなくこのバッターはいいバッティングセンスを持っています。今の彼の存在、初球打ち、サードゴロ、1塁にボールを送ります、アウト、
2アウトになりました。そして松中、バッティングコーチに言わせると、彼は何がすごいかといえば、今日は高めの球は捨てろというとスパッとそれに切り替えることができる、これが素晴らしいと言っていますね。ステップをしてボールを見る間というものが人一倍あります。あ、そうですか。他の打者よりもその辺が優れていますね。だからボールの見極めもできるんでしょうか。なるほど。ここはホークスランナーを出したいところ。第2球投げました。右に引っ張った。和田がっちり抑えました。ここで3アウトチェンジです。ミラー見事なピッチングで三者凡退に退けました。ここでバッターは和田。マウンド上は3人目の秀和、振りかぶってどうか、左に引っ張った、三遊間を抜けていきます。二塁に投げた。ヒットです。続いて金城、バッターボックスです。山本さん、バッターボックスのこの金城、だいぶ脆さがなくなっていい評価でしたよね。バッティングがどっしりしてきました。それと選球眼が良くなりましたね。現在タイガース優位に試合を進めています。早いモーションから投げました。変化球ワンナッシン。ここは動いてきますかね。十分注意が必要ですね。機動力を生かした攻撃は十分に考えられる場面です。しかしあまり意識して速い球を投げないことですね。二遊間柳田さばいて二塁に送球、アウト。一塁はどうか。一塁もアウト。ダブルプレー。新庄セカンドゴロに倒れました。バッターボックスは4番のジョンソン。ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに徹することでいいと思います。ここまで2点リードのタイガース有利に試合を進めています。振りかぶって1球目、初球打ち抜けていきました。2塁に投げた。ツーアウトからランナーを出しました。ピッチャーの秀和、バッターボックスに5番の檜山入ります。9回の表タイガース2点のリード。第1球投げました。右に引っ張った。ライト前に落ちました。ヒットになります。ライト前ヒット。チャンスを迎えてバッターは今岡。一塁ランナーはヒットで出た檜山。セットポジションから投げました。初球を打っていった。これはアウト。スリーアウト。ランナーを出すピンチ。秀和なんとか切り抜けました。ここでバッターは柳田。バッターボックスの柳田、掛布さんから見てどういうタイプのバッターですか。彼のバッティングは非常に柔らかいですね。ですからバットコントロールが非常にうまい選手です。多少体勢が崩れてもバットコントロールだけでうまくヒットにできますから、ピッチャーからすると非常に嫌なバッターです。1球目変化球ノーワン。変化球から入りました。バッターボックスは今のところノーヒットの柳田。第2球投げました。三遊間取って一塁に送球、アウト。王監督出てきました。代打を送る模様です。バッターボックスは浜名、代打です。このバッターを塁に出すと厄介でしょうね。こういった足の速い選手がランナーに出ると相手の攻撃の幅が増えますので、バッテリーとしては絶対出してはいけません。ピッチャーは3人目のミラー。第1球
どうか、右に引っ張った、ジョンソン、さばいてアウトです。浜田、ファーストゴロに倒れました。続いて秋山、バッターボックスです。マウンド上は3人目のミラー、第1球。どうか、変化球外れてノーワン。変化球から入りました。ボールです。しかしよく見ましたね。普通なら手を出すコースですよ。あ、そうですか。キャッチャーとしては嫌ですね。第2球。どうか、外のボールを打った。これはアウト。試合終了。やったとばかりに笑顔で喜ぶ野村監督、タイガース。見事な勝利を飾りました。ちょうど放送時間が残り少なくなってきました。この辺でお別れいたします。